大津市内では停電はなく、交通信号も正常に働いているということです。今日午前5時46分ごろ、近畿地方を中心に地震がありました。各地の震度は次の通りです。震度6が神戸、震度5が京都、彦根、豊岡、震度4が大阪、舞鶴、姫路、和歌山、福井、敦賀、津、それから徳島、高松、奈良、震度3が潮岬、震度はこのようになっています。 NHK 大阪ニュースセンターから地震に関する情報をお伝えしています。大阪市営地下鉄の谷町線の谷町4丁目の駅では午前6時20分現在、停電のため真っ暗になっています。またこの地震の影響で阪神高速道路など近畿地方のすべての高速道路が通行止めとなっております。また和歌山市内では今のところ電気もついていて、道路の信号機も作動して、交通には大きな混乱は出ておりません。和歌山市内では交通に大きな混乱は出ていません。この地震で南海電鉄は全車両の安全点検を行うため、現在南海本線と南海高野線の全線とも全面運休となっております。ただいま NHK 大阪ニュースセンターから地震に関する情報をお伝えしています。滋賀県の彦根市と近江八幡市にかけて走る近江鉄道によりますと、現在走っているすべての列車に徐行運転を指示したということです。滋賀県の彦根市と近江八幡市にかけて走る近江鉄道によりますと、現在走っているすべての列車に徐行運転を指示したということですが、今のところ異常はないということです。こちらは NHK 大阪のニュースセンターです。地震に関する情報をお伝えしています。今日午前5時46分ごろ、近畿地方を中心に地震がありました。各地の震度は次の通りです。震度6が神戸、震度5が京都、彦根、豊岡、震度4が大阪、舞鶴、姫路、和歌山、福井、津、徳島、高松、奈良などとなっています。震度3が潮岬です。大阪管区気象台によりますと、この地震による津波の心配はありません。紀伊半島から四国にかけての太平洋沿岸では多少の海面の変動があっても被害に結びつくような津波の心配はありません。震源地は淡路島で、震源の深さはおよそ20キロ、地震の規模はマグニチュード 7.2 と推定されています。NHK 大阪のニュースセンターから地震に関する情報をお伝えしています。今日午前5時46分ごろ、近畿地方を中心に地震がありました。NHK 大阪のニュースセンターから地震に関する情報をお伝えしています。大津市企業局によりますと、大津市内では地震のため安全装置が働いて、市内全域で現在ガスが止まっております。大津市内では現在ガスが止まっています。安全が確認され次第供給できると話しています。大津企業局によりますと、大津市内では地震のため安全装置が働いて、市内全域で現在ガスが止まっておりますが、安全が確認され次第供給できるということです。今日午前5時46分ごろ、近畿地方を中心に地震がありました。各地の震度は、震度6が神戸、震度5が京都、彦根、豊岡、震度4が大阪、舞鶴、姫路、和歌山、福井、津、徳島、高松、奈良、震度3が潮岬などとなっています。尾鷲も震度3です。震源地は淡路島で、震源の深さはおよそ20キロ、地震の規模はマグニチュード 7.2 と推定されております。大阪管区気象台によりますと、この地震による津波の心配はありません。紀伊半島から四国にかけての太平洋沿岸では多少の海面の変動があっても被害に結びつくような津波の心配はありません。皆さん落ち着いて行動してください。和歌山市消防局に入った情報によりますと、この地震で和歌山市の南海加田線の東松江駅のホームで男性が転んで頭に軽い怪我をして病院に運ばれました。関西電力奈良営業所によりますと、この地震で現在天理市内で3世帯ほどが停電しているということですが、広い範囲にわたる停電はないということです。関西電力奈良営業所によりますと、
地震で現在天理市内で3世帯ほどが停電しているということですが、広い範囲にわたる停電はないということです。現在 NHK 大阪のニュースセンターから地震に関する情報をお伝えしています。 NHK 大阪のニュースセンターはスタジオではありませんので、取材の声などが入っておりますがご容赦ください。 NHK 大阪ニュースセンターからの情報です。大阪中央区にある38階建てのツインビルの地下1階に宿直していた管理人の話によりますと、仮眠をしていましたが大きな揺れを感じて飛び起きた。起きた後5秒から6秒ぐらい強い揺れが続いた。宿直室の机の引き出しが開いて壁にかかっていた額が落ちていた。こんな大きな揺れは初めてだとびっくりした表情で話しています。はい、NHK 大阪のニュースセンターから地震に関する情報をお伝えしています。大津市内では地震のため安全装置が働いて、市内全域で現在ガスが止まっております。安全が確認され次第供給できるということです。今日午前5時46分ごろ、近畿地方を中心に地震がありました。震源地は淡路島で、震源の深さはおよそ20キロ、地震の規模はマグニチュード 7.2 と推定されております。大阪管区気象台によりますと、この地震による津波の心配はありません。紀伊半島から四国にかけての太平洋沿岸では多少の海面の変動があっても被害に結びつくような津波の心配はありません。 NHK 大阪のニュースセンターから地震に関する情報をお伝えしています。この地震で和歌山市西布江町の13階建てのビルに縦に亀裂ができて、タイルなどの落ちる被害が出ております。地震に関する情報はこの後も入り次第お伝えします。ではですね、町は平静を保っているという状況でありました。今またスタジオで少し、少し揺れを感じました。さて、けが人の情報がまた入ってきております。震源に近い兵庫県淡路島の洲本市にある兵庫県立淡路病院では、現在地震によるとみられるけが人3人が手当てを受けています。それから救急車が10台ほど出動してけが人の搬送に向かっているということであります。それから彦根市内でもけが人が出ているという情報が入っております。滋賀県の彦根市でお年寄りの女性が揺れに驚いて外に出たところ転びました。転倒して頭などを打って病院に運ばれたという情報が入っています。以上、大阪のスタジオからお伝えしました。一旦、東京に戻します。はい、大阪の日の出は7時3分です。まだ外は暗いです。外に出ますと思わぬものが落ちている可能性もありますので、行動はくれぐれも慎重になさってください。繰り返しお伝えしますが、5時46分ごろに神戸で震度6を観測するなど、近畿地方を中心に広い範囲で地震が起きております。この地震で広島県内では呉が震度4、福山が震度4、広島が震度3でしたが、ここで広島の新井アナウンサーを呼んでみましょう。新井さん、お願いします。はい、広島のスタジオです。現在広島局に入っている中国地方関係の情報をお伝えします。震度4の岡山市内では午前5時46分ごろ、ガタガタという音を立てて大きな揺れを感じました。でこの地震の直後、岡山市京町ではブロック塀にひびが入ったり、ブロックがずれるなどの被害が出ました。また岡山市浜のコンビニエンスストアの店員の話によりますと、長さ1メートルぐらいの化粧品のコーナーのシャンプー、ムースなどの化粧品30個ほどが床に散らばったということです。岡山市消防局によりますと、午前6時